おはようございます。今日は東京出張でホテルに泊まった時のモーニングルーティーンをお届けします。このお部屋はバリアフリールームにはなっていないんですけども、私は一人で泊まれるお部屋になっています。ベッドから手が届く範囲のところに着替えを置いておいてます。ゆるめのパンツでレッグバッグをつけるときは中にスパッツを履いて、そのスパッツの中にレッグバッグを入れて固定するように履いてます。ズボンはこんな感じでちょっとずつ上げて、あとは右左とゴロンゴロンしながらズボンを上に上げていきます。靴下はこんな感じで前屈しながら履いていきます。なので体が柔らかくないと大変ですね。バリアフリーではないですが、こんな感じで洗面台に入ることができます。眠そう、だるそう。顔を洗うときなんですけど、体幹が効かないので、こんな風に肘をついて片手でしか顔を洗うことができません。まあ、バリアフリールームもこういう感じが多いので、バリアフリールームはシャワーヘッドにしてほしいですね、できれば。はい、顔を洗ったらペタペタと美容液を塗っていきます。もう適当です、適当。朝起きたらすぐに私は歯磨きをします。中で U ターンはできないので、こんな感じでバックで出てきてます。スカイツリーが見えるお部屋でした。綺麗。朝ごはんはですね、いつも朝食つけずコンビニで買ってきたお味噌汁と、あとはおにぎりを食べます。一個だけだけど。この時間は、まあ、テレビ見ながらとか、ゆっくり、あんまり早食いは最近してないから、ゆっくり食べるようにしてます。まあ、あとは SNS チェックですね。ご飯食べたら、お薬タイムです。いつも朝このくらい飲みます。で、ご飯食べたらまた歯磨きしてまあ、あとはお化粧タイムになりますね。もうお化粧はこだわりとかなんもなくて、適当に下地を塗って、で、やっぱちょっとほっぺのシミがですね、あんまり消えるんだけど、シミ戻りみたいなのがあって気になるので、コンシーラーして、あともうパウダーして終わり。で、眉毛もこんな感じで、さあさあさあって描いちゃって、カラコン入れちゃって、で、また眉毛はパウダーでちょっと埋める感じをして、マスカラ、眉マスカラして、アイシャドウもペーペーペーって、まあ、適当にペーペーペーって、いつもブラウン系しかやらない。アイライナーもこんな感じでめっちゃ早くけど、意外とでもまっすぐ描いてあるから、友達はいつもよくそんな早く描けるねーってびっくりする。で、マスカラ塗り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 。です。こんな感じ。で、お靴履きます。本当は結構みんな太ももに置いて履く人多いんですけど、私なんかそれ苦手だから、こんな感じで下に足を置いたまま履いちゃいます。はい、カタカタしてるのはクロムスで、こ
れはもう勝手になっちゃうやつですね。反対の足も同様に足ブランブランさせたまま、こんな感じでお靴、結構大きめな靴なので簡単にスポッと入ります。はい、今日はベージュ一色コーデです。こんな感じ。では出発。扉片手で開けるの大変だった。カメラもこんな感じで傾いちゃった。はい、エレベーターポチ。やっぱり片手で撮影しながら車椅子こぐのはちょっと大変でした。こんな感じで私はバリアフリールームじゃないホテルでも一人で、過ごしています。